ハーティング実況のパート51を始めていきたいと思います。加納とアチが飛び込んまで行って、で縦のがエンドになったから、あとジャックだけだね、進められるのは。でこれジャックからやっていこうかな。運転中に通話するような定期、間に合ってくれ。祈るような気持ちでアチが電話に出るのを待つ。ジャックか、どうしたんだ。すぐにアチが電話に出た。取引はどうだった。刑事さんがアルファードを捕まえた。パスワードも聞き出して研究所に連絡したみたいだ。これ事件は解決だろ。アチの嬉しそうな声が耳に届いた。いやまだだ、これから私の言う通りに行動してくれ。返事が来るまでに間があった。なんで、どういうことだよ。人目を助けたいなら黙って聞け。大声で頭ごなしに怒鳴った。わかった。それでどうすればいい。まず瞳の携帯の電源を切れ。携帯の電源なんで。おそらくその辺に爆弾が仕掛けてあるはずだ。なるべく冷静な口調で伝えた。爆弾。アチの声が裏返った。カノンが捕まえたのはアルファードの替え玉だ。本物のアルファードの狙いは替え玉と瞳を同時に始末することだったんだ。カナンがアルファードだったことまで説明している暇はない。そもそも話したところで混乱するだけだ。いいな、まず携帯の電源を切れ。それから爆弾を探せ。ああ、わかった。あちゃ、慌てた様子で電話を切った。これで交差点の方はなんとかなるはずだ。あとはアルファードをこの手で捕まえるだけだ。ハンドルを握る手に力が入る。湧き上がってくる激しい感情を抑えることができない。ジャックの脳裏にフランクの最後の姿が浮かんだ。瓦礫の隙間から血まみれの手だけが見えた。あの日、あの瞬間からジャックにとってアルファードは仇敵となった。一人きりの大切な家族を奪われた恨みは絶対に忘れない。兄さん、こいつが片付いたらビールで乾杯しよう。ああ、わかった。ジャックはパニックになっている人たちの誘導を始めた。その間もフランクのことが気がかりで仕方がなかった。残り時間が30分近くもあれば大丈夫だ。応援は間に合うに決まっている。懸命に自分に言い聞かせていた。防護服を着込んだ爆発物処理班が構内に駆け降りてきた。構内ということは駅なのかな、多分。ちらりと腕時計を見る。あれから15分ぐらいがしか経っていない。液体窒素を使えば余裕で爆弾の機能を停止できるはずだ。よかった、フランクは助かる。そう思った瞬間だった。鼓膜が破れるような轟音が響き、校内は激しい振動に包まれた。慌ててフランクの方を振り返った。そこはすでに瓦礫の山となっていた。後で調べて分かったことだが、表面に見えていた爆弾のタイマーはブラフだった。もともとあの爆弾は時限式ではなく、これまでの手口通りに遠隔操作で起動したらしい。残り時間を見れば安心するという心理をアルファードに逆手に取られたのだ。確かに大勢の人の命を救うことができた。しかしその代わりに弟の命を犠牲にしてしまったのである。本当に自分の判断はベストだったのだろうか。そんな自問自答を今でも繰り返す。もっともいくら自分を責めたところでフランクが帰ってくるわけではない。弟のためにできることがあるとすれば、それはこの手でアルファードに復讐することだ。ジャックはアルファードの姿を求め続けた。アルファードの情報が得られるのならば、いくらでも非常になることができた。目的のためなら手段を選ばない奴が相手なのだ。ならばこちらも手段を選んではいられない。いつしか自らの手を汚すことにためらいがなくなった。アルファードの影を感じれば、どんな危険なことにも首を突っ込んだ。奴に復讐できるなら自分の命など惜しくはない。手負いの獣のようにならなければ、奴の喉元に食いつくことなどできやしない。全てはアルファードに復讐するために、自らの手を血で汚し、人の心を捨てて獣のようにアルファードを追い求めて、ただひたすらにアルファードを求めて。さあ、7時20分になりましたね。瞬く間に2年という月日が流れた。そしてジャックの脳裏をよぎった思いは。ははは、なんだこれ。確保の生ぬるい。奴には死をもって償ってもらう。命と同じ価値を持つのは命だけだ。奴から命を奪わなければフランクの死は永久に報われないだろう。アルファードを裁くのは法ではない。復讐という刃だ。それを安っぽい感情と非難されても構わない。大事な人を奪われたことのあるものにしかこの憎しみのたぎりは理解できないのだ。大越製薬の研究所が弱く見えてきた。あ、大越か。ゲートの前に人が立っている。立野とカナンになりすました女だ。互いに拳銃を向き合っている。どうやら間に合ったようだ。車を2人のそばに停車させると、ジャックはシートの脇に手を入れた。取り出したのは最強の自動拳銃であるデザートイーグルだった。最強の自動拳銃デザートイーグル、かっこいいな。なんかジャックが受けている命令はアルファードの確保だ。その任務を遂行するには小型のグロックの方が適している。それでもデザートイーグルを携帯することにした。ジャックは車を降りると女のそばに歩み寄った。ジャック、立野が青白い顔をこちらに向けた。静かにうなずいて答えた。女はかすかに笑ったように見えた。余裕の笑みのつもりなのだろう。しかしその自信もこれまでだ。大沢ひめの携帯だが電源を切るように伝えた。ジャックがつぶやくと女の目元が反応した。今頃はお前が替え玉に持たせた爆弾も処理されているはずだ。女は黙ったまま何も答えない。女っていう表記なんだね。もちろん研究所のロックも解除済みだ。分かったか、お前の計画は完全に失敗したんだ。女の目つきが鋭くなったように見えた。世界中を駆け巡り、アジアの小さな島国でようやくたどり着いた。長い長い旅だった。長い長い苦しみだった。そんな旅と苦しみから解放される時が来た。なんか臨場感がすごいな。C25 分か。まあいいや。やっと会えたな、アルファード。エンドー。え？ど？あ、最後の選択肢さ、もしかしてなんかマルチエンディングに関係すんじゃねえかな。そんな気がしてきたな。まあいいや。え、これさ、え、どうなんのこれ。え？おお？あ？おおおおおお。来た、最終章。すげえ、全員が一つになってる。最終章だって。これ最終章、これどれぐらい時間かかるかな。これ最終章がさ、これさ長かったら嫌なんだよね。これ意外と1時間ぐらいかかって嫌なんだよな。どうしようかな、あえて区切ろっかな、ここで。区切っていいっすかね。これだけなんかやたら長かったらちょっとめんどくさいやん。区切ろっかな。ちょっと待ってね。どうしようかな。で、俺さ、マルチエンディングからなんかそんな感じあるよね。ジャックの最後の選択肢は、絶対なんか意味あるよね。でもあえて一応、最終章に行く前に他の選択肢見てみよう。なんか変わんのかな。どこまでも汚れ、非常にならねば奴には勝てない。ただ、胸中にあるのはアルファードに対する復讐心だけ。奴は、あ、これ同じや。これ同じや。え、これ選択によってなんか変わんのかな。いや、でも、選択肢がわざわざあるってことはなんかあるよね、きっと。復習を解いた時、フランクはどう思うだろうか。頭に浮かんだフランクは笑顔ではなかった。結局奴を殺しても弟は帰ってこない。呆れるほど分かりきった答えである。しかし復讐なんて馬鹿げていると頭では理解できても、心は今も憎しみの黒い炎で満たされていた。変わんないねこれ。結局アルファルドをぶっ殺すという考えに変わりはないみたいだね。これは変わんないね。いよいよ最終章。そう、最終章時間が書いてないっていうね。で最終章のタイトルが父と娘父と娘らしい。最終章。なんか今のところ一番主人公っぽいのがジャックっていうねこのラストスパートにおいてはジャックまさかのいいとこ取りをする美味しいとこだけ持ってくっていう。まあいいや、なんか最終章が長引く可能性あるんで一応区切っとこうかなここでということで次回、最終章、いよいよ最終章ですね、やっていきたいと思います。という感じでご視聴ありがとうございました。